立つぜ。え、来たぜ、次の動画。来ましたね。来ました。はい、行きます。はい、よーい、スタート。あった、お目当ての画材屋さん、うん、アーティストコーネリセン、1855年創業だと。日本で言ったら江戸時代から来たかったところです。行きましょう。わあ、すげえ。あ、顔料やん。すげえ、油の顔料。すげえ、ここがもう作品や。やっぱ油の品揃えが全然違う、日本と。かあ、すげえ。いいね、ちょっといつか油にも取れたらいいね。大学以来してないけど。お、ファブリアーノ、素敵やな。これカズと公園に買ってってやろうかな。え、マジ？これちょっとお土産に買ってってあげよう。う？なんだかんだね。マジっすか？優しいやつなんや。スケッチブックや。これお土産にせんどこ。え？期待した。今の入れた。今のいらんよね、絶対。Excuse me. Do you have acrylic? アクリルカラー。アクリル。Yes, we do. We have shrink here. あ、あった。リキテックス。うん、これはアクリルよね。あったあった、アクリル。あ、あったあった。あ、sorry。あったあった。Sorry。あの、ゲットゲット。この。お、パラレルペンがある。すごい。パイロットのパラレルペン。へぇ、すげぇ。あー、あれか、あの、あ、ジオさ、カリグラファーに、カリグラファーさらっと書きようやつあるやん。あの、企業のロゴとか書きようって、パイロットのパラレルペン。カリグラフィー、カリグラフィーのペン。筆ペンや、ペンテルの筆ペンがある。出た、おー、ペンテルのペン。日本が誇るペンテルの筆ペンの、すごいです。しかもいろんな色あるし。じゃあこれを買います、バッグと一緒に。ちょっとこれ、いや、ここ白おしゃれじゃない。いや、セブン、2、セブン、セブンバッグ。いや、おしゃれ。 Would you like a bag? Yeah, thank you.A big one for everything. Yeah. Thank you. いやー、素敵な時間やったね。素敵な時間でした。うわ、すごいね。いいね。テンション上がった。みんなへのお土産とアクリルカラー2つ。でも時間を買いました。豊かでした。画家で良かったと思います。いいね、ロンドン。めちゃくちゃテンション上がっとるな。めっちゃ上がってますね。ここはね、ハムステッドっていう高級住宅街。すごい廃層な街です。素敵なカフェと素敵なワンちゃんが多いです。なんかパディントンの家です。へえ。すごいね。人が住んどうらしいけん、真摯に通り過ぎます。お、英国紳士になってるわ。映画やん。お、お、おお、おしゃれやな。もうちょっと、うん、いくらか気になるセットが。カレー味も。突っ込むけどさ、突っ込まんよ。もう俺らは待っとるんよ。お、新作じゃね？あら。向こうの画材ちょっと違いますね。ね。
見せないわけね。おはようございます。最終日です。昨日の夜中までこの絵の背景をああだこうだやって、最終日の朝、もうあと数時間後には飛行機ですけど、外で最後の最後の仕上げをします。なるほどね。2作目とパリ作品合わせたら4作目、ようやく終わりを迎えます。楽しみです。行こう。なるほど、あの背景ちょっと新しいですね。新しいね。おお、そういう感じ。なるほど、完成しました。ロンドン2作品目。いいやん。アフタヌーンティーのティーカップと、なるほど、イギリスの国家のバラです。実際に自分でアフタヌーンティーを体験してみて、なんかこういう時間も必要なんだなって思いました。でもそんな時間が過ごせないので、ちょっとこの絵を見て一息つければいいなと思ってアフタヌーンティーを描こうと思いました。でこのバラはリージェントパークで実際にバラ園に見てきて、背景はイギリスの国旗のユニオンジャックからインスパイアされています。このパディントンと同じです。自分への唯一のお土産で買ったパディントン T シャツです。いい感じ。気に入っとるし、いい絵になりました。うん、めっちゃいいですね。うん、終わりか。おお、なるほど。いい動画が、いや確かにでしたね。今回イギリスのそのお店とか、うん、街並みとか見応えあったね。見応えはありましたね。あの画材屋がまあおしゃれやったね。おしゃれでしたね。めっちゃテンション上がってた。あれは過去一上がってるんやない。顔がもうニヤニヤしとったもん。新しい作品どうでした。よ、今までにない感じで向こうで得た感性みたいなのを入れてくれとんじゃないかなと、うん、作品にもかなり意味合いも込められてましたしね、うん、僕らがまだ見れてない作品が何枚かあるみたいな。あ、そうか、うん、ちょっとまだ見てないの楽しみですね。空港が見えたってことは終わりか。そうですね、まあ、いよいよ帰国。僕が一個懸念してるのは、帰ってきたらすごいかぶれてるんじゃないかっていう、うん、多分やけど、一番最初会った時にボンジュールとかメルシーとか、メルシーとか多分そっから入ってくるんじゃないかなって、うん、絶対それよ。まあ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 、まあ、かぶれてもいいんで、とりあえず無事に帰国してくれたら。そうやね、このスタイルも最後ということで。そうですね、うん、明日お迎え行かないといけないんで、うん、まあ、あんまり時間もないんで編集に帰ってくるまでに終わらせるか。しやりましょう、やりましょう、行こう、行きましょう。次回、あの男が